ご視聴いただきありがとうございます。今回は宮城県元吉郡南三陸町に鎮座する戸村神社なんですが、この地に伝わる伝統行事の内容が非常に興味深く、個人的には大事なことのように思えるので、ぜひ最後までご覧ください。こちらのご祭神は竹の内の狼、国とかたちの御事、雨の小屋根の御事なんですが、竹の内の狼は竹の内の宿根のことなんですが、大和朝廷時代五代もの天皇から手厚い信頼を受けた人物なんですね。国とかたちの御事は日本神話において最も重要な存在だなんてことも言われたりしてるんです。そして雨の小屋根の御事は天照大神が岩戸幕でした際、祝詞を創造した神として知られています。そしてこの戸村神社なんですが、津山町の横山不動尊とともに百済から流れ着いたものを祀り、戸村明神と称されたそうなんです。過去にお届けした横山不動尊の動画では野生のカモシカと出会っていますし、もしかしたらここに来たのは必然なのかなと思ったりもしています。おすすめに上がってくるものが必ずしも新しい動画とは限りませんので、チャンネル登録と通知の方をよろしくお願いします。この地の伝統行事に破電屋の春祈祷というのがあるんですが、これは早朝神社に集まり朝日を遥拝し、獅子舞が東から西へ全戸を回り悪い気を取り込む、その際家主が豆腐を用意するんですね。そして獅子がそれをよりしろとして悪い気を封じ込め、日暮れ時西の端で悪い気を吐き出し、翌年の春祈祷まで口を開かない。この東から西へというのは太陽の動きですよね。遥か遠い昔、土地を追われた者たちがいつかこの地を自分たちに返してほしいとお願いした時に豆を渡され、その豆から芽が出た時になと言われたそうです。しかしその豆とは言った豆で、その豆からは芽が出ることはありません。今回紹介した行事の中にも豆腐が出てきますが、これも豆からの加工品で、もちろん芽は出ることはないんですね。お話と伝統行事、個人的にはつながるなと思いました。